どうも、お酒は立ちなってかまわせんです。こんばんは。今日は2020年1月の17日です。早いものですね。1月も半分が経過しております。今日は、こだわりレモンサワー、レモンド、飲んでおります。自分で言うのもなんだけど、なんかやはり酒の先見性っていうんですか、その酒のうまさ、やはりね、酒を飲んだくれた分だけね、理解してると思う。はい、49の時もそうだったんだけど、今回このレモンドーですね、レモンドーがなんかめちゃくちゃ売れてるらしくて、ちょっと前の動画でこれマジで美味しいって言った後に、今出荷停止してるっていうね、ニュースが舞い込んできました。なかなかお酒のことでニュースになることないんですけども、いや、うまいよ。しかもですね、49と一緒で濃いめなんですよね。濃いめ 9% なのに、それを感じさせないうまさがあるって、ね、何なんだろうね、これ。なんか理屈とか原材料とか、まあ、そういう製造方法とかよくわからんけど、なんかこれはいけるなっていう。で、新商品が出たら一通り飲むんですよ。コンビニとかでね、チューハイとか、カクテルとか、全部ビールね、発泡酒とか、一通り飲みます。あったらとにかく買う。で、発見したら、飲みまくるみたいな。そんな感じです。これ、レモンドがね、確か蜂蜜レモンとか、普通のレモンと、今僕飲んでる鬼レモンってやつなんだけど、名前もいいね。鬼レモン。塩レモンとか、ね、まあいろいろあるみたいですけど、はい、蜂蜜レモンがでも大好きかな。はい、お酒はね、ちょっと第三国した話にそれるんだけど、僕もともとお酒のなんか紹介動画みたいに出したいと思ってて、ずっと一回だけ出したんですよ、 DOD っていう、でその後ちょっと体調崩したのでやめたんですけどね。DOD って皆さんご存知かわからないですけども、XJAPAN のね、ヒデが作った曲で、ドリンクオアダイっていう、飲むか死ぬかっていう曲でね、産婦人科で宴会しようかみたいなやつだったけど、僕 XJAPAN の大ファンでして、しかもヒデの命日が私の誕生日ということで、過去ね、何回か動画で喋ったと思うんですけども、なので非常にね、縁のある、バンドであり、ヒデは、はい、私の中で永遠なんですけどもね。はい、でそれに、ちなんで DOD ってやってるんですけども、僕の場合の DOD は、ドリンクオアドリンクってね、飲むか飲むか、はい、飲むしかねえっていう、ね、意味合いのものなんですけども、それでね、なんかやりてえなって、動画企画やりてえなっていうので、ちょっと進めてたんですけども、体調不良で一回ね、ちょっと酒を飲んでない期間があって、そのまま頓挫しちゃってるってことなんですけども、ここ最近復活してね、オフ会でも飲んだくれてますからね、はい、気をつけないといけないんだけど、はい、気をつけないといけないけど、第三国紹介だけは飲んだくれてしまう。はい、オフ会の話ですけども、東京ですね、東京。また詳しいことが決まったら一度は動画にしますけど、ほぼ確定ということでね、2月22日です。でも常にツイッターでも、その幹事の方かな、誰が幹事かちょっと、把握はしてないんですけども、もっと一区の集まりというか、いろいろ集まるんでしょうけど、方から、もともとね、結構飲んでる仲のいい方から、お誘いがあってね、東京ちょっと遠いんですけど、はい、いろいろ調整もできたので、ね、もう航空機チケットも取れたんで、はい、LCC って初めて乗ろうと思うんですけどね、取れたんで、はい、行く予定でございますんで、よろしくお願いします。はい、結構もう集まってるのかな、20名近く集まってるのかな。これを見てちょっと行きたいという方が、はい、行けるかどうかちょっとわからないんですけども、Twitter の方でね、多分告知されてると思うので、ぜひね、見て、もし参加したかったら、はい、ちょっと依頼されてはどうでしょうか。公式から支援があるか、ちょっとね、要請はかけてるようでございますか。はい。わかりませんけどね。
よろしくお願いします。ということで第三国志ですね、まあ、今日はまあ雑談的な感じというか、ちょっと名手の、ね、ことについて話したいと思うんですけども、まあ、私久しぶりに結構大きい同盟というか、サーバーでは最大勢力であり、北部と南部のうち、まあ、南部にいるんですけども、南部の不利な方の、まあ、連合にいるということでございます。私の名手はですね、過去遡れば最初にガチでやったのが22サバの動画企画であったね、22サバの主人戦ですね。その後1サバの方の S3 の主人戦やって、まあ、その後もちょいちょいやってたけど、ほとんどね、小さい同盟とかで、まあ、合流してみたいな感じで、まあ、動いてたのかなということで、でその後は本当もう名手でありながら動画やりながらいろいろ仕事とかやる、しかもその頃複数サーバーやってたので、もうこれは無理だと、やべえとということで、もう名刺やらねえっていうことで宣言したんですけども、今期からね、一つのサーバーでも絞ってやるということだったので、まあそれだったら線引くで、たくさんの方が集まってくれたので、まあ、やってみようかという話になって、その主人戦ともう一つ最大勢力の同盟が合併して、まあ、私が名手と、まあ、いろいろあって、まあ、名手やるということになったわけでございます。はい、でも久々こう名手やらせてもらっていろいろ感じたことがあるんですけど、まあやっぱ大変だよ、大変名手ほんと大変、まあ、いろんなもう意見も来るし、まあ、他のね味方の連合ともいろいろ話もしたりもするし、ドメインからもねいろんな手紙が、まあ、不利になればなるほどね、やっぱり飛んでくるわけですよ。いろんなことがね、いろいろあります。ただそんな後ろ向きなことは幸いにもなくて、あと、誹謗中傷とか、クレームとか、まあそういうのはね、ほんとないんで、うちの飲みすごいアクティブなんですよ。すごいアクティブだし、前向きだし、なんとか、価値を見出せないかなということで考えてるわけでございます。この左のこれやばいっしょ、これ。もう飛んできてる、やばいっす。やばいんですけど、うん。で、ここでも僕最近思ったんだけど、過去僕、陣頭指揮、その作戦指揮を取ったことがあるかなって過去、振り返っていると、まともにやったのは、その22サーバーの時、まあ、主婦を一回取ったね、名手の時。で、その S3 の1サーバーでやった時ぐらいかなっていうね。それはずっとやってなくて、しかもこの大規模なね、今、不利な状況で全戦域で戦ってる、こういうなんか状況で、指揮取ったことないっていうのがあって、よくよく考えてみると、なんかね、対局感ねえなっていうのをね、まあ、痛感したなっていう。多分ね、こういうのって、まあ、もちろんセンスとか、もともと持った才能っていう、軍神の。軍師みたいな才能、外交官とかもそうだろうけど、もともと持った才能っていうのもあるし、でもあとはね、経験則、経験なんだよ、多分、うん、どれだけこういう修羅場を、指揮官とか、名手、副名手で修羅場をくぐってきたかっていう、やっぱ経験なんだよね、第三国志は、うん。で、あと第三国志ってさ、10代とか20代、もちろん強い人もいるし、あるんだけど、10代とかやっぱり名手で勝てないと言われてるんですよね。それは社会人としての経験が必要なんですよ。いろんなマナーとかモラルとか、そういうのをやっぱり3、40代の人はさ、長い時間生きてきて、でなおかつ役員とかね、各部署のリーダーとか、そこをやってる方がいらっしゃるわけで、その中で10代とかの人がですね、名手をやっていくっていうのは非常にやっぱり難しいわけであります。コミュニケーションとかも含めてね、うん、いろんな意味でこのストラテジーゲーム第三国志もそうなんですけども、まあ、いろんなねやっぱ経験が必要だし、それに向けてやっぱり適材適所っていうね、適材適所っていうのはやっぱり必要なんじゃないかなと思います。まあ、名手の資質っていろいろあって、名手にもいろんな形があって、本当にただドーンって座ってて、あと他の指揮官とか官員がね全部やっていくっていう方もパターンもあったり、名手が最強、名手がもう武闘家、名手が本当最前線に立って暴れまくってやるパターンもあったり、
あとは名手が本当外交として動いてね、本当もバリバリその手腕を発揮するっていうのもあるし、逆に言えばそのなんか完全独裁国家みたいな、まあ、俺強え俺最強みたいな、その目その同盟勝つかどうか分かんないけど、そういうのもあるし、まあ、いろんな名手の形、過去動画でも言ったことあるんですけど、まあ、いろんな名手の形があると思います。まあ僕はねどっちつかずですよ、全部中途半端な感じの名手な気がする、うん、今動画やらせてもらってるから何かしらのそのアドバンテージっていうのがまあちょっとついてるみたいな、うん、感じではあるけれども、うん、その知名度みたいな、うん、そういうのは一番だと思うので、まあそういう部分では何かあるかもしれないけれども、うん、まあ一つ一つの何か能力ステータス五角形みたいにした時には何かそこそこ小さいんじゃないかなっていうことをね、まあ、痛感しております。まあゲームなんだけどもね、まあここを鍛えるにはまあ経験を積むのかなっていうのもあるんだろうし、うん、そこら辺がね非常に難しいなっていうのをここ最近痛感してますよね。で、名手ってね、逃げれないんですよ。絶対逃げちゃいけないんです。過去ね、消えたあの名手とか、いきなり解散とか、ね、いらっしゃいましたけども、見てきましたけど、そういう名手もね。基本やっぱり逃げちゃいけないし、まあ、最終的に負けが確定した時にね、負けましたと言えばいいと思うんですけどもね。でもちろん責任は最終的に名手が、にあると思ってる。どんなことでもね、あると思ってるので、うん、それは、徐々理解してるんですけども、うん。やっぱね、逃げない。ね、逃げない。前向きに。で、よくなんか負けに関して、もちろんね、報酬とかのことがあるので、とてもこう、シビアに、考える方もたくさんいらっしゃいます。それはそうですよね。勝ちたいですよね、誰とも。でも負けたからといって死ぬわけじゃないし、命取られるわけじゃないので、ね、どんな状況でも、こう、前向きに。また、本当に疲れたりしたら休憩する。本当、名手が本当にもう、やばいということだったら、本当に、連勝じゃなきゃ譲ればいいし、うん、そういうところをね、ただ、本当に消えたりなんなりするっていうのは、やっぱり、最終的に、もうすぐ諦めるとかっていうのはね、やっぱり、まあ、いろんな意見はあると思いますけれども、はい。そういう名手の方がまあいいんじゃないかなとは、まあ、個人的には思います。もう各サーバーね、ツイッターでいっぱい見てるんですけど、もうすでに主婦取られちゃって、もうどうしようもねえとか、諦めた、もう今季やることねえとかっていう、ところもあるみたいですね。はい。うちはなんとかまだしのいでるということで、今50日ちょっとかな。ああ、でも長えな。せめてね、ピタッと3ヶ月ぐらいで終わってくればいいんですけど、例えば第三国志さ、もう落葉を取ったらその時点で終了とかさ、落葉を取ってから、うん、10日で終了とかさ、決勝中限なら、終負は、例えば、もう全部取られたら、その時点で終了とか、で、千尾に戻ってからさ、うん、またどっかエントリーするとか、でもいいと思うんですよね。なんか、結構負けが早く決まった後、やることねえっていうことが本当多いし、制服まではその合併スケジュールによって4ヶ月以上ね、うん、そのシーズンが続いたっていうのもありますんで、うん、まあ、そこら辺ちょっとさ引退とかさことにつながってるようなんでね、まあ、そこら辺ももうちょっと考えていただければいいかなと思います。はいね、はい、感想報告はもうちらほら出ております。レベル49まで来て、もうね、スタート部隊が通用しないんで、組み替えてます。なかなか強いですね。まあちょっと孫権と長期、中国版では逆だけど、十分で強い。ほんま強い。はい。レベル、とりあえず、50目指してね、あと300万っす。ね、部隊も強くしながら、はい、名刺でやっていきたいと思いますんで、よろしく。敵も味方も、よろしくお願い申し上げます。はい。ということで、お酒は立ち寄ってきませんでした。ありがとうございました。